清ジュンガル戦争は、清とジュンガルの間で3時にわたり、行われた戦争。ガルダンの春ハ,ハ侵入時における、ジュンガルの藩と、1686年、春ハ,ハの左右翼で族民の返還をめぐって起きた、内紛を解決するため、真の後期帝は、ダライラマ5世の名大元伝大宋インザスの、立ち会いのもと、トシエとハーンとジャサクとハーンを招集して、改名を開いた。 ところが、トシェート・ハーンが族民の半分しか変換しなかったため、1687年に、ジャサクトハーンのチェン軍は、オイラトのジュンガル部長、ガルダン・ハーンに援助を求めようとジュンガル部へ向かった。これを知ったトシェート・ハーンは、チェーン軍を追跡して殺し、ついでにジュンガルと交戦して、ガルダンの弟も殺した。1688年、ガルダンは、 東モンゴリアのハルハブに侵攻を開始する。ハルハブの内紛に乗じて、ガルダンの弟を殺したハルハ左翼部のトシエトハーンを撃つべく、モンゴル高原に侵攻した。ガルダンは、迎え撃つトシエトハーンを破り、仏教寺院エルデニ条と左翼のチェチェンハーンを攻撃、その地を略奪した。トシエトハーンと弟のジブツンランバホトクと一世は、南の内モンゴルへ逃れ、 真の後期帝に庇護を求めた。ガルダンは二人の引き渡しを要求したが、清が応じなかったため、ついに、清と衝突することとなった。ガルダンは南へ進軍中の1690年9月、北京北方300キロの裏ラーンブトンで進軍と衝突する。ジュンガル軍は、ロシア製の大砲を装備していたが決着がつかず、ガルダンは、幕北へ退いた。 1693年、クムルのダルハンベク、アブドアッダーラは、ジュンガルの作取を嫌い、清志に接近した。また、ハルハブの都政とハーンらが、高規定に真珠を誓ったため、モンゴル族すべてが、真の支配下に入ることとなり、ハルハブの古地を奪還するという大義名分を得た、高規定は1696年、ジュンガル申請を開始し、ガルガンを、ジョーンモードで破った。 敗走したガルダンは1697年4月4日に、アルタイ山無役北のコプトで病死した。ガルダンの息子タンチラは、クムルに亡命したが、アブドアンラーによって捕らえられ、清志に渡され、翌年クムル地区は、真の藩徒となった。ガルダンの死後、チェワンラブタンが後を継いだ。その後、真長とは一時的に友好的な関係であったが、 1715年に、クムルトルファンで衝突が起こって、以降、戦争状態となった。1718年9月、清は、ジュンガルに対抗するべく、第一次派遣軍を出したが壊滅した。1720年、康熙帝は、第二次派遣軍を、近江、四川からチベットに進軍させ、ジュンガル軍を破り、ダライラマ7世を擁立する。同年、さらに富康康と、 フージタンの二人の将軍に命じてトルファン侵攻を開始する。当時、チェワンラブタンはロシアとの紛争に忙しく、東部の防衛はおろそかになっていた。新軍は翌年までにピチャン、チャルクリク、トルファン城を攻め落とし、1722年にはトルファンにトンデンを開き、1723年にはトロバン勘定を築く。1722年には、 後期帝は病死している。1725年、清とジュンガルは講和し、新軍はバリクルより撤退した。この時、トルファンのウイグル人は、ジュンガルを恐れて、清への移住を申し出て、清に受け入れられ、祝州守に移住した。だが、セワンラブタンの子であるガールダンセリンは1731年に、幕北のモンゴル高原に侵入し、ホブドの西で新軍を破り、 ハルハ各部に進行している。1739年、ジュンガル及びオイラト各部は、ハルハ部との間で協会を確定し、お互いある大山脈を超えないことを約束した。アムルソナー1745年、ガルダン・セリンが亡くなると、ジュンガル部及びオイラト部族連合はたちまち分裂状態となった。1750年に、息子のラマダルジャーが継いだが、 初室のイボアニに遊兵され、1752年には、ホイト部長のアムルサナーによって、バートル本大寺のヤシャ語である、ダワチが擁立された。翌1753年からドルベト部などが真に投降するようになり、1754年には、ダワチとフワになったアムルサナーまでも真に投降した。1755年、真の権利帝は、この機に乗じて、 モンゴル軍と満州軍を動員した大軍をジュンガルに進軍させ、わずか100日でタリム盆地に逃げ込んだダワチを捕獲し、ジュンガル帝国を滅ぼした。新朝はンオイラトにちなんで帰属したオイラトの人々を4部に分け、各部にハーンを置き、アムルサナーは4ハーンの一人となった。しかし、1757年、アムルサナーがこれに不満を抱いて本体児と称し、 鉄の菊ンジを勝手に使用して成長に背き、独立を宣言した。同年2月、県立帝は、オイラとの葬滅命令を発した。アムルサナーは、新軍の追撃を受けて、カザフの中樹図に逃げ込んだが、財産庫に到着した時、天然痘を発病し、トボリスクで死んだ。新軍は、反乱に断固とした態度を取り、非戦闘員もすべて捕獲、男性は、殺害。 不助死は、ハルハブに与えられた。ジュンガルの残党はしばしば新軍を襲撃する、抵抗などしたが、それを相当する新軍によって持ち込まれた、天然党により、オイラとの人口が激減し、特に、ジュンガルの人々はほぼ全滅した。虐殺、薬病により、数十万の人々が死亡したと言われている。1759年、清は、ジュンガルを平定し、 ジュンガル丘陵の天山山脈北部を接収した。その後、1762年、天山山脈北部に入り将軍府を設置し、基準による軍政を敷き、ウイグル族の住む地域と合わせ、新しい土地を意味するイチェチェチェンと呼んだ。ありがとうございます。